こんにちは、えのき商店です。今日はルジェのクレームドカシスの飲み方をご紹介いたします。最近ね、めっきり寒くなってきたので、冬でもね、美味しく飲める飲み方をご紹介いたします。とクレームドカシスの飲み方にカシスミルクというのがあって、牛乳で割る飲み方があるんですね。それもちろん冷たい飲み方でもいいんですけれども、ホットにして飲む飲み方もあります。分量なんですが、こちらクレームドカシスが 30ml に対してミルクを 120ml 注ぎ入れます。でミルクとね、ちょっと相性が混ざりにくい、物理的に混ざりにくいので、しっかり混ぜてあげてください。でホットにするときは混ぜてからチンしていただいてもいいですし、先に別々にぬくめておいて後から注ぎ入れても大丈夫です。こちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。お求めはえのき商店のネットショップでどうぞ。